こんにちは。アマゾンサポーター堀秀夫です。オーストラリアアマゾン売上1万ドル突破。8月19日オーストラリアアマゾン売上1万ドル突破のご報告をいただきました。この会員さん6月20日に売上3000ドル突破しましたという報告をいただいたんで、2ヶ月間で売上 3.3 倍、まあ1万ドル突破です。今はFBA 在庫リミットを伸ばすことができれば売上が簡単に上がる時期です。ライバルは FBA 在庫リミットを伸ばせずに脱落している状況です。長期在庫処分方法、商品の価格設定、 FBA 納品方法など気軽にご質問ください。売上が1万ドル突破しています。1万708ドル45セントと658個販売。この会社さんね、6月の10日ですね、6月の10日に、3184ドル、売上200個突破しましたというご報告いただいたばかりでした。ですからね、6月から2ヶ月と10日で、売上が 3.3 倍、1万ドル突破しています。これで今ね、EMS が止まったとか、あるいは、FBA の在庫リミットがね、急に、まあ、システムでね、8週間分の売上しか認めないということで納品できませんというね、トラブルになっている会員さんもいるんですけど、これ前向きに考えればね、他のライバルはほとんどこの在庫リミットもう納品できなくて増やせないという状態になってます、まあ、だからこそ今逆に売上が急増してますね。でも在庫リミットは、こうすれば伸ばせるというのがね、サポートをしていて、実際もう分かりましたし、まあ、その通りやってる会社様はご覧のように在庫リミットも伸びて、売り上げも伸びてます、ね。疑問を感じずにただ、アドバイスした内容を実践していただけるとね、売り上げ伸びてますんで、まあ、今チャンスなんでね、いろいろ考えずにもう忠実に、ね、こうしましょうと言ったらやってみますって感じでね、やっていただくと成果出るの早いです。まあ、実際この1万ドル突破した会員さん、じゃあこうしてみましょうと言った時にね、なんででしょうかとか、やっぱりこうしときましたというね、やる前にね、いくつも質問するということもありませんでしたし、あるいは、言ったことをね、言ったことをちょっと工夫してというかね、なんかひねって実行するということなく、もうただ単に言った方法を実行していただきます。でもその方法がね、一番売上、利益ともに伸びやすいですし、まあストレスもなく取り組んでいけますんで、まあ一つ、まあ、バカになってというのも変な言い方ですけどね、まあじゃあここは3ヶ月あるいは半年堀の言うことを聞いてね、そのまま実行してみようということでやっていただくのがね、やっぱり最短距離で成果を上げる秘訣なんで、まあ、そんな風な形で取り組んでいただければと思います。本日ね、1万ドル突破というご報告いただいたんで、まあ、この会社さんどういう特徴があるかなと考えると、言ったことを素直にそのまま実践していただいている、まめにご報告相談していただいているというのが、他の会社さんと比べても際立ってましたんで、まあ、そのようにね、アドバイスはそのまますぐに、工夫せずにそのまま実行するというのをね、心がけていただければと思います。アマゾンサポーター堀秀夫でした。